小坂製錬機派2100系広南鉄道機派2100系同和工業機派2100系機動車は、同和工業が同社の小坂鉄道向けに百9 6 2年から製造した機動車である。小坂線、花岡線を運営していた、小坂鉄道事業所向けに導入された自社発注の機動車で、日本車両東京支店で機派2101から2107の7両が製造された。 小坂線の改め機を控えた1962年4月に、キハ2101.2102が、同年8月にキハ2103から2105が、1967年に、キハ2106.2107が製造された。本形式は、メーカーの日本車両が、前年の1961年に製造していた、関東鉄道キハ800系機動車とほぼ同様の、 携帯を備えている。大きな相違は、関東鉄道機ハ800が空気バネ台車を採用したのに対し、こちらは通常の金属製、コイルバネ台車を装備することである。車体は全高性20メートル車体、全面貫通扉付き、両運転台式である。車体側面の窓配置は D1D7D1D で、窓は上段 h ム虫自固定式。 下段上昇式の、いわゆる、バス窓である。客用扉は、国鉄の一般系機動車と同様、両端寄りに、半自動式の、片開き扉を2箇所配置している。低いホームのローカル線で運用される車両にも、かかわらず、出入台にはステップがない。車体塗装は、上半クリーム色、下半オレンジ色に白帯を入れた塗装である。車内は、戸袋窓部分のみを、 ロングシート、それ以外を、向かい合わせの固定式、クロスシートとした、セミクロスシートである。暖房は、キハ55系、キハ20系といった、国鉄標準系機動車で、すでに一般的であった、軽油燃焼式のベーバスト式温風暖房方式を、採用した。エンジンは、横型の新構造機製 DMH17H 型、ディーゼルエンジンである。台車は、車な系。 もともとこの車両の20メートル車体は本来昭和30年代前半に私鉄標準車体として大手私鉄各社間共通仕様で導入されることを想定して設計された電車用規格系車体の一つであった。ところが当時の大手電化私鉄は車両設計について自社の車内事情最適化を優先し、どの会社もこの統一車体の採用に至らなかった。 その中で非電化の上層筑波鉄道が機動車の車体として採用に踏み切り、同和工業だけがこれに、やはり機動車で追随したという得意な成立経緯がある。1962年10月1日の小坂、千改め機と共に営業運転を開始した。キハ2104は1967年にキハ2106.2107を製造した際、 キハ2108に改版された。最長3両編成で運転されたこともあったが、旅客輸送量の減少により、余剰が生じ、キハ2108は1981年に、キハ2102は1983年に、片上鉄道に転出して、同社キハ801.802となり、1991年6月30日に、同線が廃線となるまで使用された。 1988年にはワンマン運転の開始に備え、キハ2105から2107にワンマン化改造を実施した。改造対象から外れたキハ2101.2103は予備車となった。1993年にキハ2103が廃車となり、残る4両は1994年に小坂線の旅客営業が廃止されるまで使用された。 旅客営業廃止後はキハ2101.2106が廃車となり、キハ2105.2107は広南鉄道に譲渡され、従来のキハ22系の代替として、同番号のまま黒い線に導入され、1998年の同線廃止まで使用された。キハ2101は廃車後、小坂町の小坂町総合博物館土館で展示された後、 小坂レールパーク解説に際して小坂駅に戻された。キハ2106も廃車後解体されずに小坂駅構内に放置されていた。片上鉄道キハ801は岡山県備前市の備前城下センターにて保管されていたが放置状態で整備もされず老朽化が激しくなったため、2014年1月までに解体された。 広南鉄道機波2105.2107は、青森県南津軽郡田舎館村の道の駅、田舎館で保存展示されていたが、車体老朽化のため2013年11月22日までに解体された。2019年7月現在、旧小坂駅構内の小坂レールパークに2101と2106の2両が現存しているが、2両とも修復されておらず、 状態は悪い。ありがとうございます。